滝沢、今日はですね、秋葉原に来ています。そして私がいつも口にしております石丸電機、石丸電機と言っておりますが、石丸電機っていつも良かったとか言ってますよね、順位が。だから行ってみましょう。さあ、マックンのコーナーはどうなっているでしょうか。静かに、これはいろいろ新婦のコーナーだけど、マイクはございませんが手にマイクを持っているふりをし、すごい数です。これは「少女革命ウテナ」、これ私ね歌っておりました。これがなければ私どうだったでしょう。コンサートもできなかったかもしれません。スレイヤーズ、あ、こんなところにこんな宇宙戦艦なでしこ、添田健二、添えピーと言ってる男が歌っています。風に吹かれてがまた入っています。こちらの方もよろしくお願い申し上げます。おおおと、こんなところに違いました。こっちですね。私の、奥井正美コーナー、これは、ファーストアルバム2枚目、そして3枚目がなく4枚目のドカーンとなってます。あ、こんなところに店員さんがいらっしゃいます。ちょっと質問をしてみます。奥井正美と申しますが、いつもお世話になってます。石丸電機のお名前、あ、大菅と申します。キングレコード担当の人ですか。はい、そうです。そうですって。じゃあですね、どんな感じですか。これはそうですね、はい、だいたい発売日が近かったビーズとか、はい、ブリリアントグリーンとか、はい、それと同じぐらい売れておりました。ありがとうございます。これも秋葉原のなせる技でございましょうか。ありがとうございます。で、この今映ってらっしゃるビデオも出ますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、皆さん CD を買うんだったら、また秋葉原にいらっしゃった時は石丸電機さんにいらっしゃったんですよね。完了。